ソルスティスは、アメリカ合衆国の自動車メーカーゼネラルモーターズが、ポンティアックブランドで製造、販売していたロードスターである。サターンスカイ、2代目オペル GT、ダイウ、G2X とのバッジエンジニアリングによって、コストを抑えている。2002年のデトロイトショーにコンセプトカーが出展され、好評であったことから、2004年の同ショーにて、発表、2005年半ばから2006年モデルとして、販売が開始された。ロングノーズ&ショートデッキで、リアデッキにフェアリング風の意匠が見られるなど、古典的形状ながら、スポーツカーにふさわしいホイールベース、トレッド比が与えられ、18インの台形車輪を四隅に配置し、前後のオーバーハングを切り詰めたスタイルとなっている。発売開始前のインターネットによる予約が9000件を超え、限定1000台のプレミアムモデルも予約開始からわずか41分で完売。さらに、2006年度の北米カー・オブ・ザ・イヤーにもノミネートされるなど、ポンティアックとしては久々の人気モデルとなった。これまでの低コストな FF 中心のラインナップを一新すべく、プラットフォームは縦置き FR 専用に新開発された GM カッパプラットフォームを採用する。車種の設計と開発はオペル主導で進められた。フレームの主要部品には、同社が以前から用いている鋼管を水圧で膨らませて成形するハイドロフォーム技術が採用されている。オス型を水で代用するハイドロフォームは袋状部品の成形では一般的なプレス加工に比べて工数と溶接長を大幅に減らせる上、継ぎ目のない大型部品は軽量化と光合成化を両立できるなどのメリットを持つ。2008年半ばからの2009年モデルには、デタッチャブルトップのクーペも加わり、ラインナップも充実したが、本車種を生産していたウィルミントン工場の閉鎖によって、サターンスカイと共に翌年には生産中止となっている。最終生産車のロールアウトは2010年。販売網を持たない日本には、正規輸入されていないが、構図化によって、並行輸入されている。GXP トップ、収納状態クーペコンバーチブルモデルでタッチャブルルーフ、モデル軽量な FR ゆえ、アメリカではドリフトマシンとしての評価も高く、リース・ミレンがフォーミュラ D に HKS ワークスとして出走していた。2009年シーズンより、ヒュンダイジェネシスクーペにマシンを変更している。ロード&トラックレースでは、スカクラブレーシングのショールームストック B クラスで2006年シリーズ1位を獲得。翌2007年は SSB1 位。新たに参戦したツーリング2クラスでも1から3位を独占した。これにより2007年シーズン途中から T2 クラスでは200ポンドのウェイトハンデキャップを課せられたが、2008年クラス1から3位、2009年1、3位と好成績を上げている。劇中車トランスフォーマー、マイナスオートボットの一人、ジャズ役の車両として登場。ありがとうございます。